はい、おはようございます。おはようございます。まあ、今日も昨日に引き続き栄の個別握手会ということで、ポートメッセに来ております。今日もね、2部と3部のエゴジャンを撮ってるので、とりあえず2部2枚出しで行っていきたいと思います。はい、お疲れ様です。まあ、今2部と3部が終わって、まあ、これから栄に行くところなんですけどね。まず2部、まあ、2部はもう受付終了ギリギリに行って、で、まあ、2枚出しで、昨日ね、喉がちょっと悪そうだったんで、ちょっとなんかね、悪いみたいな、喉の調子が悪いみたいなこと書いてあったけど、でもなんか昨日よりはだいぶマシになったみたいで、一応聞いてみたら昨日よりはマシになったって言ってたんで、まあその辺は良かったと思うんですけど、昨日のあの CD 販売で、あのランダムでもらったポスター、あれがエゴちゃん当たったっていう話をね、はい、一応しておいたんですよね。で、生写真もエゴちゃんの方が手に入ったという話をして、あの3部はな、連番で行ってきて、はい、まあ、自分は2枚で、自分1枚で2枚でね。で、今日はもうそれで終わりだったんで、また来週写メ会で行くという話をして、いっぱい撮ろうって言われたんですけど、それじゃあ今から栄行ってくる、また来週って言って終わりました。はい、はい、ということで、今日の8月21のポートメッセ名古屋でチキンラインの握手会は、個別握手会は全部終了ということで、はい、まあ、自分は名古屋の会場は今回フル参戦できたので、7月と、うん、7月と昨日と今日で、自分もそうです、はい、まあ、見てる方は大体同じなんで。そうですね。まあ、次の金銀はちょっと11月の1日しか、そうですね、11月の23日しか行けないんですけどもね。9月はさすがにちょっと、はい、とりあえず来週チキンラインの写メ会と11月の個別です。そうですね。まあ、そういうことで、今日はこれで終わりたいと思います。はい、また来週チキンラインの写メ会楽しみましょう。はい、ではバイバイ、はい、今から栄に行きます。